目黒区長選挙は昨日投開票され、現職の青木英二さんが新人4人を抑え、6期目の当選を果たしました。万歳！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 今回の目黒区長選挙は、現職と新人合わせて5人が立候補する激戦で、5期20年を務めた現職の青木英二さんが25,439票を獲得し、新人4人を破りました。当選した青木さんは他の候補から多選批判を受ける中、選挙戦では6期目が最後の大仕事だと訴え続けました。言って私のこの4年間というか、もうちょっと言えば任期20年が一定評価を受けてきたのではないかなというふうに思っています。区政そのものが改革をしていく、そのやっぱり先頭に立つということで、身を切る改革をその区長としてやっていくという。今回の区長選挙の投票率は 36.21% で、前回と比べて 2.88 ポイント上昇しています。